はい、当日です。で、今名古屋駅です。この名古屋駅の、ある場所で待ち合わせなんで行きたいと思います。待ってろよ。今日はなんとここ名古屋に来ております。はい、でなんで来てるかと言いますと、今日あのメキシコから流星くんが帰ってきて、あ、流舞 TV チャンネルの流星くんが帰ってきてまして、ゆうさんともここで合流します。はい、でそこで3人っていう体なんですけど、実はこの2人を呼んでおります。じゃあどうぞお願いします。はい、あのおなじみです。はい、もう準レギュラーです。はい、おなじみチャイルドフードの2人が名古屋まで来てくれました。ありがとうございます。ということで、いや神戸より近かった。全然近かった。ありがとうございます。そんな感じで、はい、あのこの後リュウさんとリュウセンと合流して、はい、そこにチャイルドフードが現れるドッキリを、そうですね、はい、したいと思います。サプライズドッキリをしたいと思います。はい、よろしくお願いします。お願いします。はい、じゃあ僕は2人とは別れて、ユウさん、リュウセイ君との待ち合わせ場所に行きたいと思います。お願いします。さあ、ユウさんが到着したということなので、どこかにいらっしゃるはずです。え、ユウさんはどこだ。え、ユウさん到着したって言ってたけど、どこだどこだどこだ。え、ユウさんらしき人がいないぞ。どこやどこや。え、マジでわからん。え、ユウさん、お疲れ様です。お疲れ様です。お疲れ様です。このブーツ、はい、すごいですね。ボコボコブーツ。おはようございます。おはようございます。今日はありがとうございます。お願いします。ありがとうございます。じゃあ流星君待ちましょうか。あ、はい、了解です。お願いします。どっちに泊まってたんですか。こっちです。やっぱあっち。はい、そうです。あっちの方が安いので。はい、あ、そうなんですね。こっちもいっぱいあるんですね。こっちもいっぱい。あ、はじめまして。言ってたら流星君来た。はじめまして。ごきげんよう。はじめまして。ほら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 だ。これはすごい。すごい。え、リュウセ君、イケメンじゃないです。男前。めっちゃ男前やん。男前ですよね。ヤットさんが若すぎて、こういうカメラ回してるから、あれヤットさんか、海から見てたんですよ、今。ヤットさんかと思ったけど、いや、若いなと思って。かっこいいなと思って。もうすぐ42です。はい。はじめまして。はじめまして。はじめまして。あ、そうなんですか。いや、見えない。二人とも若いもん。あ、ゆうさんのお年。あ、まあ、僕は、はい、ある程度は知ってるんで。あ、そうなんですか。ゆうせくん、でかいね。あ、そうですね、一応高身長で。私が今、170。あ、そうなんですか。80あります。80あります。いや、もう、めっちゃ知らんけど、仲いいしてる。メキシコ行って16キロ痩せたんで、いやでもだいぶ良くなりましたね。だいぶ良くなりました。いやー、流星くん。はじめまして。流星くん。はじめまして、はじめまして。ありがとうございます。ゆうさん、久しぶりです。お久しぶりです。お久しぶりです。いやいやいや、これはいい絵ですね。やっとさんが初めての感じがしない、全然。あ、全然しないね。全然確かに全然しないね。インスタライブなんかやってるし。そうやね。全然しないね。はいはい、よく見てるし。そうやね、確かに。全然初めての感じ。いやいやいや、もう素晴らしい絵ですね、これは。今回はどれくらい、今回は1ヶ月だけで。え、次いつ帰るの、メキシコ。いや、もうわかんないです。あ、決めてない、まだ決めてないです。あ、そうなんや。だから、もう本当にわかんないですね。いつ帰れるかもわかんないし。ああ、まあ、気が向いたら帰る気分で。あ、仕事は大丈夫な、そっちは。仕事は大丈夫です。あ、なるほど、なるほど。え、もともと名古屋出身。そうですね、愛知の、まあ、名古屋じゃないんですけど、大学にはあの、春日井っていうところなんですけど。あ、春日井。はいはい、わかりますか。春日井、わかります、わかります。わかる、わかりますか。わかりますよ。え、ちょっとあっち行かないと。そうですね、方向的にあっちじゃない。そうですね、あっちですね。だよね。あっちです、あっちです。あの、東海、岐阜よりですか。
あ、多治見ね、あの熱いとこ。熱いとこ。じゃあ、じゃあ、それ全然わかりますね。わかる。わかりますね、じゃあ。多治見も僕行きます。中津田で僕最初働いたんで。そうなんだ、あんな何もないとこで。いやいやいや。もう今プリキントンで有名なさ。昔は、昔とか、まあ、前は何もなかった。素晴らしいですね。素晴らしいですね。いや、嬉しい。ありがとうございます。いやいや、本当にありがとうございます、もう。ありがとうございます、やっとさん。え、何で来られたんですか、やっとさん。僕は昨日から来てました。車ですか？いや、違います、違います。あ、新幹線とか。はい、あー、なるほど、なるほど、はい。ありがとうございます。一瞬在来線で来たらどうしようかと思って、前原乗り換えてめっちゃ長旅みたいな。いや、でもね、一瞬考えました、それも。いや、新快速って案外早いじゃないですか、舞原まで、神戸から。うん、はい、そうなんです。結構早いんですよ。一瞬考えましたけど、ね、はい。前乗りしていただいて、ありがとうございます。いやいやいや、もう何もおっしゃいませんから、もうこの日のためにもうバッチリ仕上げてきました。ありがとうございます。もう喉の調子もね。いっぱい喋るから。はい、もう仕上げてきましたから。はい。お願いします。ベシャリは、ベシャリは頼みます。あ、任せてください。はい。ということで、まあ、とりあえず、名古屋って言ったらやっぱり3階になる、まあそう、なんか3階か、まあ大阪なんか割といろいろあって街ブラとかするならなんかいいものもあるんじゃないかなと思う。なるほどなるほど。あとは名城、あと名古屋城とかならまだザ観光って感じで、はいはいはい。あと何やったっけ、大須観音、大須観音、あ、それ今大須、あ、大須ね、大須ね、行った方がいいかなと思うんですけど、境はまあなんか、なんだろうな、ザ、なんかいろいろあるみたいな、はいはいはい、なんか他の都市でもあるかなっていうのがあるんで、はいはいはい、なるほどなるほど、冬のといえば大阪なと思って、どうですか、今田さん、ありがとうございます。いや、私実は名古屋大嫌いなんですよ。なんでだっている人怖いっていうか、名古屋の女の子って絶対カバンにコテ入れてるんだよね。で、あのトイレ行くとみんなでこう巻いて、誰もそんなとこ見てねえよとか思ったり。ゆうさん、でもね、名古屋の若い子はゆうさんが怖いと思います。まあ、そんな感じでちょっと考えましょうか、ね、はい、はい、引き続きよろしくお願いします。よろしくお願いします。僕は立ち換えないんで、それが乗り換えなしでいけるけど、27分とかもバス使ってるし。っていうか、なんかもう、なんかね、境から歩いて、あー、行けます、行けます、境から行けます。あー、風景見れるし、境から行きますか、じゃあ。そうですね、テレビ塔的なの見れるし。あー、そうですね。境に行きます。栄って、あれですか、都会ですか。かなり都会。あの銀座みたいな。銀座、緊張しますね。銀座のジャック、なんかジャック、銀座ジャック。田舎の銀座は、いや、違うな、地方の銀座。地方の銀座。あー、なるほどなるほど。ちっちゃい銀座。ちなみにすいません、名古屋って栄とどこが都会なんですか。栄、名古屋、名駅ぐらいですか。マジっすか。いや、でも本当この2つですよね。名古屋全然都会ではないですね。あ、そうなんですね。まあでも福岡の方が、福岡、大阪、東京ぐらいじゃないですか。あー、でも神戸も三宮しかないですからね。あ、そうなんですね。そうなんですよ。いやー、まあまあ、でもね、今から行きますか。はい、すいません、YouTube 家族の方です。あらー、うん、そう。なんでいるの、なんでいるの。てってれー、はい、チャイルドフットです。なんでいるの。あの、ずっと打ち合わせしてました。はい、なのでここに戻ってきたかったんです。あ、そう、すいません、はい、またしました。いやいやいや、だってつぼみちゃん久しぶり、ま、久しぶり、久しぶり。ゆうさんがずっとあっち見てたから、こっちから来れなかった。外から回り込んで、かずちゃん、ゆうさん腰抜かしてる。いや、ということでね、すごい、ゆうせんさんがせっかく連絡くれて、で、かずきちゃんとこの間お話してたときに、いや、今度実は流星君と会うことがあって、さ、僕も行こうかなって、そんな始まって。ありがとうございます。名古屋、名古屋来ました。名古屋、ようこそ名古屋。ということで、今日はこのメンバーで、はい、やっていきたいと思います。お願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。サプライズドッキリ成功。成功。はい、カズちゃん、ありがとう。ありがとうございます。ストムちゃん、ありがとう。ありがとうございます。ありがとうございます。
はじめまして。はじめまして。はじめまして。すごい。いや、余計嬉しくなってきた。この、この、何グループがもう余計嬉しくなってきました。はい。やられた。行きましょうか。はい。はい。お願いします。お願いします。じゃあ行きましょう。じゃあ行きます。いただきます。どんどん先です。中は。どこの営業？はい。台湾唐揚げ。ゆうさん。